朝川広子大正5年4月9日は日本のメソジスト派の牧師である。日本メソジスト教会の牧師として明治時代から大正時代にかけて活動した。牧師辞任後は英語教師として活動する。徳川家臣の家に生まれる。陽名は万次郎。1868年に沼津平学校附属小学校で学ぶ。1873年に横浜で ジー国蘭宣教師の下で英語を学ぶ。国蘭宣教師一家の家に寄宿して、1875年に中村正直夫人と共に洗礼を受ける。1876年9月9日、教職司法に推挙される。1878年4月、日本メソジスト、交付協会に教職司法として派遣される。1878年7月19日。 甲府協会初代牧師に就任。その際に CSEB 夫妻が甲府協会内の横町英語学校と交付し、緑町英学義塾で英学を教え、朝川は EB の助手として生息英語を教えた。1879年7月、日本メソジスト、静岡協会に転任、二代目牧師となる。さらに1880年日本メソジスト、 牛込教会に転任し、牛込教会時代に1881年9月18日、山中笑い、杉山彦六、平岩信康らと共に、ジーミーチャ無線教師から安指令を受け、牧師の順序を受けた。さらに、1882年下屋教会に転任。下屋教会時代に、東洋英和学校会社社長の責任を持ち、国蘭宣教師を手伝った。 下谷教会牧師時代に第3回全国キリスト教信徒大神牧会の幹部の一人になる。1883年5月12日の第3回全国キリスト信徒大神牧会の幹部の記念写真、浅川は前から最高列の左から一人目1884年4月、再び街道建設のために日本メソジスト、甲府教会に戻り、四代目牧師となる。 1885年5月、甲府協会の街道建築で不祥事を起こして解任され、保住教会に左遷される。1886年には、日本メソジスト教会の牧師を辞任する。牧師辞任後教師の道を歩み、1889年に、長野県人城市販学校の英語教員を務める。同時に、日曜日に自宅を開放して、聖書研究会をし、 多くの求道者を集める。1990年から長野伝道を始めた長老派の日本キリスト教会と日本メソジスト教会に託して、1890年に浅川は長野を去る。1904年には宮城県人城中学校の英語教師を務める。ありがとうございます。